しばらくの間、近江連合の動きは府警で食い止める。ああ頼む。倉橋のことは俺に任せろ。あいつら死ぬ覚悟でおるはずや。気ぃつけるんやで。分かった。自分の体に呪われた血が流れてると知ったら、カオルは。そんなことは絶対に許さねえ。そのために俺は26年間奴らと戦ってきたんだ。疲れてるんだね。はるかちゃんは桐生のおじさんのこと好きなんだ。うん、いつも私のことを守ってくれるんだもん。カオルさんは？私は仕事で桐生のおじさんのそばにいるだけだから、好きとか嫌いとかは関係ないわ。けどおじさんはカオルさんのこと好きみたいだよ。ね？カオルさんの前では他の人と一緒にいる時とは違うんだもん。どういう風に？私と一緒にいる時のおじさんと同じかな。はるかちゃんと一緒の時はどんなおじさんなの？普段は静かだけど優しいおじさんだよ。けどね、いつもいろんな人が頼ってくるからおじさんはすごく無理してるんだと思う。カオルさんと一緒にいると多分安心できるから普段のおじさんでいられるんじゃないかな。そう、はるかちゃんって大人なのね。そんなことない。1年前の事件でおじさんの辛いことや悲しみを知ったから、おじさんの気持ちがなんとなくわかるのかもしれない。どうした？尾行されていたのよ。そのまま突っ走れ。